ヤオコキッチンのトヨタです。豚ロースのソテー、ーレモンとハーブのソースを作らせていただきます。豚ロース一枚150グラムぐらいあります。レモンの果汁、そしてオレガノとスイートバジル、小麦粉、エクストラバージンオリーブオイル、塩コショウとガーリックを使います。豚ロースに塩を振ります。150グラムですから100グラムあたり2つまみ。 ということは1枚あたり3つまみ片側に1つまみ少しもう片側に少し厚めですからえ1つまみと少し両側に振りますそしてその半分の見た目で大体半分の粗挽きの黒胡椒をこれも両面に振っておいてください。 塩コショウを振った豚ロース肉にこれ小さじ2杯分2杯分といってもちょっとたっぷり2杯分大盛り2杯大盛りでもないかな多めの2杯の小麦粉をえそれぞれに振ります1枚あたりたっぷり小さじ1杯のイメージでお願いしますそしてまずは片側に伸ばします 反対側は両方のお肉の上に乗っかっているのをこんな風に伸ばしてからそれから全体にまぶせばおそらくほぼ均等に小麦粉をまとわせたような風になると思います。やはりこれ2杯小さじ2杯必要ですね。これで 準備は完了です続いてニンニクの準備をしますニンニンクの根元の部分を20%ぐらい切り除いて縦半分にしてそうして包丁の手で潰したら簡単に皮がむけるはずですこんな風にニンニク2個を準備してください豚ロース肉を焼き始めます。2枚を重ねて このトングで挟んで今火のついてないフライパンに立てて入れましたそしてこれで中火よりまずは音が出てくるまでは焼ける音が出てくるまでは強火でもいいですバチバチバチという焼ける音が出てきて肉のフライパンに接した面から少しずつ油が出てきましたこれで一旦中火にしてください 中火にしてしばらく過ぎるとフライパンの中に油が出てきます。この油をまず、えー、キッチンペーパーで拭き取ってください。イタリアではよく最初にお肉から流れ出てくる油、特にこの低温で溶け出,す溶け出る油が非常に体に悪いと言われています。どう悪いかというとイタリア人は体型を崩すという。 どうやらこの油が皮下脂肪になりやすいという説をイタリア人は信用しているようですがでも確かに実はうまみもこの油を取るととても肉の香ばしいうまみが出ます。でどの程度焼くかはこのお肉の横側から見て下の方に焼き目がつくいてこんなふうにこんがり焼いてて。 これぐらいだったら美味しいなと思えるぐらいまでしっかり焼いて油も出してもう一度このフライパンの中に流れ出た油はキッチンペーパーで拭き取ってできるだけ余計な脂肪脂質を出さないように料理をするのもいいことかと思いますほぼ油の部分が美味しそうに焼けましたここで初めて お肉を平らに普通のように焼いていきますこの時にフライパンの周りに空いてる部分に先ほど潰して準備したニンニクを入れてくださいこの料理はイタリア半島のローマの反対側アドリエ海に面した東岸に面したアブルッゾという州の料理ですとても畜産業が盛んでそこの山の上の方では 美味しい羊料理が特に有名ですが、豚肉の料理もいろんな食べ方があります。これはそのアブレッドの料理です。ご覧いただけるように、フライパンに接したお肉のフライパンに接した面が徐々に白くなってきます。この白い部分が半分ぐらいまではじっくり上がってくるのを待ってください。もうほぼこのあたりはこの下あたりは半分ぐらいになってます。 これがももう少ししいい部分でも半分で半近くあだいぶ色変わってきましたねこれぐらいで、えー、お肉を返すとちょうどこんな感じできれいに焼けてると思いますお肉を返した時に同時ににんにくが焦げないように茶色い分にはできるだけ茶色い方が美味しくなるんですが黒くはならないように。 気にししながらニンニクも返してくださいそしてもうしばらく置けばお肉全体が温まってますから今上にある麺を焼く時よりも短い時間で焼けます少しずつ浮き上がっている部分を軽く押さえる程度決してお肉の真ん中を早く焼けるようになんて押さえたりしないでくださいそうするとお肉のうまみがどんどん抜けてしまいますこれでお肉を 取り出してボウルに入れます。一旦火を止めます。そして手早くこのボウルの上にこれから盛り付けるお皿で蓋をします。ここで3分以上は蒸らしてください。ここで蒸らすことによって肉の中まできれいに火が入ります。そしてフライパンの方にはニンニクが残ってます。このニンニクにエクストラバージンオリーブオイルを大さじ1かけて これで今からソースを作ります。この大さじ1のオリーブオイルでさらにじっくりニンニクに火を入れます。ニンニクにしっかり色がついてきました。しっかり色がついたらフライパンの中かなり熱くなってます。これを弱火にします。弱火にしてこのオイル分がある程度あるところに乾燥オレガノ。 とスイートバジルを入れますそしてちょっとだけニンニクでオイルの中に馴染ませますこれ今弱火です全体がなんとなくオレガロのいい香りが出てきますこれで先ほど焼いてボールの中で蒸らしたお肉をフライパンの中に戻しますまだフライパンかなりの温度になったままです さらに、このボウルの中に残ってます、このお肉から出た肉汁、これも戻します。そして、中火にして、もう一度、しっかり、今、ボウルの中で若干温度が下がったお肉を温めます。お肉を戻して2分程度過ぎました。ここで、レモン果汁です。 これを大さじ二杯割とたっぷりですお肉一枚ずつにかけるようにして入れてくださいこれで料理は完成です火を止めてくださいお皿に盛り付けてこのフライパンの中にあるハーブをたっぷり含んだレモン果汁とオリーブオイルのソースとニンニクを このお肉の上に添えますこのニンニクも十分火が入っていてレモンの果汁の味も含んで独特の美味しさを持ってますとてもシンプルに仕上げる料理ですが同じアブルト州のモンテプルチアーノという赤ワインとご一緒に召し上がっていただくことをお勧めしますイタリアでもとても有名なモンテプルチアーノダブルトという赤ワインジューシーで とても美味しいです爽やかで夏なら冷やして飲んでも美味しい赤ワインですぜひお楽しみください